こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、コンタクス G マウント用のホロゴン 16mm なんですけれども、マウント部分をライカ M マウントに改造した品になっております。ご覧のようにカールサイズホロゴン 16mm の T スターコーティングですけれども、このマウント部分ですねをライカ M マウントに改造した品になります。ライカ M マウント改造は大阪の松原幸喜様にお願いをしております。はい、では、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、ほとんどバレルといったよりも、こう薄い感じのレンズになるんですけれども、目立ったですねというか、全く擦り傷、当たりへこみとかですね、そういったものは見当たりません。レンズも、この猫の目のようなですね、半球体のレンズ、こちらの、後ろ玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷や曇りコーティングの剥離のようなものは見当たらないですね。はい、かなり綺麗な状態です。はい、レンズの中身にもですね、曇りとかカビとかバルサム切れ、そういったものは全く見当たらないですね。はい、ホコリ釣りの購入も、ゼロだと思います。はい、非常に綺麗な状態のレンズになっております。こちらのですね、一応このピントが、目測で合うようになっているんですけれども、これはですね、ライカ M マウントへの改造によって、これではこれ動かなくなってますので、こちらはまあ飾りみたいなものだと思っていただければいいと思います。もともとですね、ほとんどパンフォーカスで撮るレンズになっておりますので、こちらはほぼ動かさないと思います。絞りが8ですのでね、かなりもう、絞り込んだ状態のレンズになっております。はい、絞りは8で固定になってますね。はい、付属品がこちらのリアキャップ、フロントキャップですね。それとこちらの専用の 16mm 専用の、外付けビューファインダーですね、これが必要ですね。それと、周辺稼働しても、落ちてしまいますので、光量が落ちてしまいますので、こちらのフィルターを、補正フィルターを使っていただくようになります。はい、こうして見ていただくと分かるんですけれども、この周辺の光量落ちを補正するフィルターになっておりますね。これを使わなくてもですね、撮影はもちろんできるんですけれども、こちらのですね、フィルターをあえて外してですね、撮影するとなかなか面白い映像になりますので、そちらもぜひお試しいただきたいと思いますね。はい、でもってあとは、こちらのファインダーとかですねを保管するときに、入れるこちらの袋が付属ついてますね。それとこちらの革のケースですね。はい、こちらが付属しております。はい、こちらはですね、このままレンズなどをすっぽりと入れて保管していただくことができます。はい、こちらハードのケースになってますので、かなり頑丈ですね。はい、はい、ということでですね、カールサイズホロゴンの 16mmF8 T スターコーティングの、ライカ M マウント改造の品になります。こちらがですね、大変人気がありまして、このレンズの性能をですね、ライカ M マウントで、存分に楽しんでいただけるということで、人気になっております。はい、ぜひ一度お試しいただきたいレンズだと思います。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。